1、2、3、ティンティンティン。バイク気持ちいいな。先ほどですね、カブのおっちゃんに声をかけてもらいました。やっぱ嬉しいですね。せやけどね、あの VMAX、 あ VMAX かって言われて、あそうですって、これ全然ガソリン入らへんやろ言って、まあそうなんすよ言って、まあね、あのあんま入らへん方なんで、これ3リッターぐらいかって言われて、3リッターぐらいかって言われて、いやそんなわけないやろって、3リッターぐらいしか入らないのちゃうのって言われて、いや一応15入りますけど燃費悪いんで、まあまあそんなあの長いこと走れないんすよっていう話をしたんですけどね。3リッターはおかしいやろ。でその後はね、横断歩道でまたおっちゃんにガン見されるっていうの。というわけで皆さん、毎度おきにロビンです。最近あんまね声かけてもらうことなかったんですけど、久しぶりにおじさまに声をかけていただき大文字。山中越えで行こうかな、どうしようかな、痩せから行きます。ありがとうございます。ここ昔痩せ遊園地っていうのがあってね、まあ、僕はあんまなんて言うんですか、遊園地の乗り物に乗れないんですけど、その怖いっていう前にね寄っちゃうんですよね。兄弟はね、ジェットコースターとかなんかそういうのに乗ってたんですが、もう僕はずっとあのゲームコーナーでゲームしてました。遊園地行かんでもええやないかっていうね。乗れないですからしょうがないですけど、乗り物酔いの話で言うとね、バスとか、まあ、タクシーもそうですね、まあ、バスが一番やばいですけど、だからあの遠足とかも憂鬱でしょうがなかったですね。さすがに自転車で酔うことはなかったんで、この二輪の乗り物なら大丈夫やろうっていうのがあってですね、大人になったら絶対バイクに乗ろうと思ってたんですよ。もうね、車でどっか行くってなったらね、もう毎回あ大丈夫かなって思いながら、でなんか酔い止めの薬と、この酔い止めバンドって知ってます？手首のここにね、あのなんかボコってなったとこをこう当てがってね、乗り物酔いのツボらしいんですけど、それをはめてね、で座席は必ず助手席に乗って行ってましたね。親の車でどっか行く言うたら、ただですよ、バイクも酔います。バイクも酔います。下手したらね、ちょっと疲れたなっていう時とかに山道とかを走ると若干酔います。これはなかなかいい日のちゃうかな。まあこれぐらいのペースで走ってたら酔わないんですけど、まあそれなりにスピードを乗せて走ってると、ちょっとした横地で寄ってくるんですよね。あとこのなんていうんですか、このバインっていうこの縦の揺れとかでも酔いますね。酔いませんか、必ずじゃないですけど酔んすよ。これが難儀なことでね、どうしたらいいんやろうな思って。これもうええ大人ですよ、僕もう体出来上がってますからね。言うてもちょっとね、まだね、三半期間が3歳児ぐらいなんかな。とはいえね、バイクで酔うことはまあほんまに稀なんで、こんな人はいないと思うんですが、乗り物酔いを気にされてる方、ないしは俺バイクで酔うけど大丈夫かなって思ってる方、大丈夫です。ここにもいます。僕ぐらい車酔いする人間でもバイクはほんまに稀にしか酔わないんで、あの安心してください。はい、吐いてますしね。吐いてますしね。
あと履いてませんけどね。ついに俺レベルになるとついに来たかと思いましたけどね。ほんま車では数限りなく漏れなく寄ってましたからね。カニ道楽と見せかけての山よし、カニの山よし、カニの山よしってやつ。一回僕カニ味噌、カニ味噌でジンマシン出ましたね。何の話やっちゅう。多分カニ味噌なんですよ。到着でございます。せい、一番端に止めさせてもらおう。よいしょ、到着でございます。3メートル離れた状態で1、2、3メートル、このぐらい。ティンティンスティンス。こんな感じです。4時やん、帰らな。今インスタ360をあそこにつけて撮っております。あのマウントがね、結構ねアルミ製、アルミ製なんかな、多分アルミやと思う。アルミ製やので買ってみました。もしよかったら皆さんも試してみてください。結構ね GoPro の方の、 GoPro とかつける方のマウントの、あれを削らんとダメかもしれないです。ちょっとね間が狭いんですよね。無理やりねじ込もうと思ってもねじ込めなくて、ちょっとだけ削って今入れてます。湯葉うどんと迷ったんですけど、きつねにしちゃいました。揚げが食べたくて。ロビンの好物は油揚げでございます。とりあえず汁物に油揚げが入ってたら喜びます。あとあの焼くのも美味しいですよね。揚げをこうカラッと。バイク気持ちいいなー。あーすごい、あそこ綺麗。映るかな、あの日が差す天使のはしごっていうらしいですね。あのこの日がファーってこう筋で見えるのが。湿っとるところは気をつけて、湿ってるところは気をつけて走行。さっきすっきりしたぜ俺の暴行。なんかねこういう夕日をね車から見るのとはねまたちゃうんすよね。なんか体で浴びてる感じがすごい、まあ、こんな分厚い服着てあれなんですけど、夏は特にこの夕日が綺麗な時にねめっちゃ感動するんですよ。もうバイクはいいぞおじさんでしかないんですが、こんなのは。本日は野営をしておりません。今ライダーいたね。野営してへんわ、死に方は。こういう景色を見たいがためにバイクに乗ってる感じがします。信号が見えん、信号が見えん。アバルト、いいね、かっこいいね、黄色、いい黄色やな。ちょっと後ろつかせてもらおう。びっくりした。